EX シアター六本木は東京都港区西麻布の EX タワー地上2階から地下3階までにある劇場である。2013年11月30日に開業。同年に開局55周年となったテレビ朝日が開設したライブハウスも兼ねた劇場施設である。こけら落としは2013年11月30日のビーズ完全招待制ライブだが、 コケラ落とし前にも、ミュージックステーション3時間スペシャルなどのライブ収録が行われていた。また、ライブ以外にも、落語やミュージカル、さらに2015年以降、同様子供の歌コンクールのグランプリ大会の会場、第29回東京国際映画祭の上映会場としても使用されている。天井に設置されたミラーボールは、日本初の LED 照明内蔵型であり、 演出に合わせてミラーボールが自発光し壁面にも LED のバーが設置されている。客席はアリーナ、バルコニー席、スタンド席、サイドバルコニー席から構成。ロールバックチェア、移動観覧席でスタンディングシーティングの両スタイルに対応している。AB、デビュー25周年のビーズがテレビ朝日の新ホール EX シアター六本木で コケラ落としライブ。ザテレビジョン。2019年4月29日閲覧。EX シアター公式ブログ2013年9月。テレビ朝日。2019年4月29日閲覧。六本木の新ライブ会場にグレー 9mmDA ポルの続々上陸。音楽ナタリー。2019年4月29日閲覧。オーンニュースとのインタビューにおいて。 シアターの企画立案に携わった編成制作局の川島敦氏は世界初と言われていると語っている。川島敦氏、テレ朝が進める音楽ライブと放送のリアルな融合。オーコンニュース2019年4月29日閲覧。観覧空間の可能性を引き出す移動観覧席ロールバックチェアスタンドことぶきシーティング株式会社 EX シアター六本に ライブウォーカー、ありがとうございます。